本当にノックされちゃう。なんで？すごい、失礼します。あ、これね、これってこと？うわ、台本がある。ちょっと待って、わー、恥ずかしい。すごい恥ずかしい。どうしよう、すごい。これうちに貼ってある。実家に。実家に持ってる写真。なんで？ないよ。なんか普通に多分現像したの。もらったの？もらったのかな。いやーってか顔がすごい。パチパチだよ。パチパチ。確かに。本当パツパツ。パツパツとか。すごい。本物？当時の？もっと。本物だ。本物だ。あの、そう。人形のやつ。手人形のやつ。手入るやつ？もっと大きい。いい感じに飾ってくれてるもん。セーラー戦士の皆さん、お久しぶり。2023年はドラマ美少女戦士セーラームーン20周年。この作品で5人は1年以上の撮影を共にしました。その後20年を経た現在も5人は頻繁に集まり交流が続いています。そんな5人が今回カメラの前で初めてのトーク、セーラー戦士20年目の同窓会、始まります。20年だよ。すごいね。20年すごい。なんか学校の同級生みたいな、うん、学校もさ、うん、そんな言ってないより深いかもね。そうだよね。学校の同級生より濃いよね。濃いね。自分の本当の学校の友達より合ってるよね。合ってる。合ってるよね。家族より合ってる。合ってるよね。合ってるよね。節目全部合ってるじゃん。そうだね。ね。だって中学生だったもんね。そうだよ。理科中学生。中学生だったから、多分みんなより本当に記憶がない。当時の記憶。でも私もないよ。あ、ない？ない。ない。ない。記憶ある？記憶あるっていうかないよね。あの1年ちょっと やったでしょ、うん、なんかここの撮影のこのシーンとかって覚えてる？覚えてない。強烈に覚えてるのと全然記憶ないとこと、うんうん、何のシーン覚えてる？私なんか電車しか覚えてないかも。最初じゃん。あ、オープニング。懐かしい。でもなんか最初の方も覚えてるかも。こう始まってからはあんまり覚えてない。そう、なんかインしてからも覚えてないかも。インまえ、うんうんうん、カツラ合わせとか覚えてる？覚えてる。私あんまり覚えてないんだよね。言ってるよね。そう、いたんだよね。いたいた。遅れてきたの。え、そうなんです。あの地震があってなんか遅延しててみたいな。新幹線、そう、岩手から通ってたからね。そうそう、だから理科始めましての時、そこで始めましただったね。なんか美容室みたいなところで多分鏡があって、そうだよね。オーディションの時理科いなかったもんね。そう、初めて会ったのが多分その現場で。そうだよ、オーディション大変だったんだから。すいません。したんだけどね。私もしたんだよ、オーディションはしたんだけど。あみちゃんだけ決まらなかったんだよね。その時に該当しなかったんですね。そうそう、でもう一回集め直しみたいになって、私一人でオーディションを受けた。オーディションの時のこと覚えてる？なんかみんなさ、安室奈美恵さんを一曲踊りますとかさ。それがそのオーディションすごかったでしょ。いなかったっけ？そんがいないの私も。あ、キツオっていう作品やってたから、あ、そうか。なんかその日が参加できなくて。特別だ。特別枠だ。特別だ。なんだ。え、みんな何やったの？ゆうちゃん何やったの？私開脚。開脚。だからそういうこと、なんかアクターズで踊れるから一曲踊りますとか、なんかラジカセみたいな持ってきてさ、歌ってる人が私の前にいたの。終わったと思ったよね。私も思ってた。何やった？私は卓球。あ、そうだ、卓球の素振り、卓球部で、そうそうそう、特技が卓球しかなくて、ラケットを岩手から持ってきて、持ってったんだ。でも素振りして審査員の前にスマッシュ決めて、よーし。かっこいい。かっこよくはない。今はもうすごい恥ずかしいけど。てか、持参するのがすごい。何やったの？何やったの？演技。え、覚えてない。演技何かやったの？バスケとかじゃない？バスケかも。でも別にボール持ってかないから。いやドリブルみたいな。制限時間何分の間に自分の特技をやってくださいみたいなやつだった気がする。そうだったんだ。3分とか5分とか。え、3分もやったのじゃん。え、卓球だ。そんな持たない。持たないよね。1分かかんないと思う。開脚3分やんないよね。開
観客しますって言って足かーって抜いてはいって終わった気がする。あ、そう、私はそのオーディション要項が来て、うん、なんかこう特技が披露できる人はやってくださいみたいな、うん、なかったの別に、うん、ピアノとか習ってたんだけどピアノは持っていけないじゃん、その神戸からは、うん、でどうしようってなって、ちょうどそのちょっと前に美術の授業かなんかでその芋盤をやってて、で彫刻刀も持ってたし、お母さんに彫刻刀さつまいもあるって聞いたらあるよってなって、で当日の朝さつまいも半分に切ってラップでこう表面を、あ、でもちゃんと自産した、さつまいもと彫刻刀とインクを父に借りて、そうそう、あと半紙を切って、だってこれ反対に掘らないといけないんだよね。そうだよね。それがめっちゃ反転しなきゃいけないから、ね、結構ハードル高い。でも北川景子は割と違う。これは違う。これは私多分仕込んでたのかもしれない。もしかしたら、うん、この下だけその場で、私その場で両方掘ったと思えなくて、多分掘ってって、ね、私特技がこういうもので言ってて見せたのかもしれない。すごいよ。すごい。特技やった時はなんかあれが一時。何回か行ったよね。2回。あれ ?2 回よね。うん、その記憶が混ざってるかも。ね、みんな記憶ないってこと、ね、曖昧。曖昧。何回もあの東映行ったの覚えてる。銀座の東映。あ、そうそうそう。場所は一緒な気がする。銀座の東映だった気がする。なんで名前呼ばれた人だけ残ってくださいだったっけ。あの瞬間は覚えてる、うん、なんか気まずかった、うん、気まずかった。しかもちょうどみんな4人並んだのに横に、そうそうそう、ね、そうだったよね。なんかもう行きたくなかった。後にも先にもあのああいうオーディションないあれだけない。あ、そうだよね、参加してないもんね。参加してないから、いやでもこの思い出欲しいもんそうだよね、この思い出が欲しい。結構やばかったもん、ね、でも初めて会った時はアミちゃんだってなった、うん、人間でこんな可愛い子いるんだと思って、いやいやいや、みんな見て思った。人間じゃないみたいになってるね、うん、でもアミちゃんのオーディションもどれぐらいあったんだろうね。私一人だったの、受けたのが、うん、もしかしたら何回も、ね、いっぱいあってると思うよ。だってやってたのかな、決まらなくて困ってたんだもんね。そう、みんなが終わった後にってこと。そう該当者なしだった。なしで、でもしかしたら見つからなかったらそこにいた子の誰かになるかもしれないけどみたいな感じ。よかった、ね、ここに入れてよかった、ね、記憶がなさすぎて、うん、ないね。え、あのさ、オーディション終わった日、その日だっけ、めっちゃ怒られたの覚えてない。記者発表だっけ、めっちゃ怒られたよね。めっちゃ怖かった、若丸。その記憶が全然なくてさ、じゃあ沢井さん怒られてないもん。沢井さん怒られてない。めっちゃ怒られた。4人怒られたすっごい怖かった。そんなことある。沢井さんをちゃんと見習えって言われた、どっちに。私めっちゃ怒られた、そんなこと言われるの。めっちゃ怖かった。記憶がすっごいある。めっちゃ怖かった。もうやっていけないと思った。そう思った。終わった。なんか演技したんだよね、ワンシーンやってみました。1話をやったんだよね。特に私たち2人はなんかやる気あるのみたいな感じになっちゃって、あるんだ、あるんだけど。そう、ね、上がり症だからね、意外と2人。ここ2人が声がすごいちっちゃくてめっちゃ怒られて。そう、でもそんな怒られてたっけ。怒られてたよ。もうさすがに怒られてないんだって。怒られてないから多分。私と結構すっごい怒られてたけど。もうそれ言ってるよね。泣いたよね、うん、泣いてた。よく泣いてた。泣いてたイメージある。かわいい。アクションで泣いてたのは覚えてる。そう私が大きいから、あの替えの人がいなくて私だけ一人で、あの、本人でやんなきゃいけなくって、うん、代わりがいる人たちはこう回ったりとかね、なんかやってるし、うん、そうだよね。こうね、くるくるとか綺麗だからターンとかできると思われて、そうできるから。だけど私はやっぱプロにはかなわないから一人だけ遅れちゃったりして、うん、カメラマンさんにすっごい怒られたりして、うん、できないよみたいな。カメラマンさんにも怒られた。ここって言ったらここに戻ってこいよって言われた。ね、それができないんだよね。バミリとかわかんないし。そんな厳しいか。厳しかったか。厳しかった。泣いた記憶はすごいあるわ。なんかその断片的なその泣いたなとかしか覚えてない。どこに行って何のシーン撮ったとかはあんまり覚えてない。そう、だから学校も全然覚えてなかった。ここがみんなの学校だと思った。私も最初思った。うん。でもこれすごいよ。ね、これかかってたよね。私教室いた、ね、いた、すごいいたよ。むしろ私はたまに行くぐらいだから。私いた、理科はいた。教室これだったの。
覚えてない。これで、あ、ね、机もピンク、そうだよね。このシート、あ、これそうなんだ。そうなんだ。全然これだったの。当時のこれ。当時のではない。あ、さっきからしゃべってた。こういう感じだったんだ。私も神社掃除してた。そうだね。そっちがそうだよね。そうだ。一番最初のは覚えてる。なるちゃんと。あの、投稿して、ルナと出会うとき。あ、覚えてるやつ。覚えてる。そう、言ってくるやつ。いたかも。赤羽の歩道橋じゃない？そうそうそう。すごい。すごい覚えてる、ね。急に思い出してる。なんで覚えてる。覚えてる。すごい覚えてる。急に。多分怖かったんだと思う。あの初めてのクランクインで、多分もう逃げ出したくって、うんうん、多分私一番怒られてるかも。そうかも ね、 ね、多分記憶ないもん怒られた。でもなんかライブやったのも覚えてるよ。ライブやったのは覚えてて大変だったんだから。大変だったよね。私泣いたもん、多分その練習で。私そこ一緒にいた。そうだね。すごい泣いたことを聞いたかも。下年じゃない？いや、練習の時に。練習の時にできなくて泣いたのすごい覚えてる。なんか多分時間なかったよね。間に合わなかった。間に合わなくて泣いてたのすごい覚えてる。ぶつけ本番みたいな。すごい泣いてた、私。懐かしい。頑張ったね。頑張ったもんね。それまで多分泣いてなかったんだと思う。すごい覚えてるってことは。そうだよね。こらえてた。こらえてたのがアフリカ。そうだよね。そうなんだよね。なんか嫌だとかじゃなくて自分のね、悔しさとかね。そう、多分そうなんだと思う。どうしようと思った。だよね。本当に右も左もわからない状態だったからね。それこそ撮影のそのここに泊まる。バミリが。業界用語を覚えたのもこの作品の気が。八百屋とかさ。八百屋ね。アフレコとかもこれで初めて。初めて。アフレコだった。ふっとか、はっとかさ。それはね、後からやるんだ。そう、懐かしい。あれ何、あとアクションとかさ、グリーンバックとか炎とかね、炎ナパーム、そうそうそう、ワイヤーとかもさ、ワイヤーもやったね。初めての経験だった。確かに。しかもナパームとかって今の時代あんまりやれなくなってってるから。そうなんだ。やっぱ場所とお金と CG の方が、そうだね、CG でできちゃうもんね。より大きくもできるし。あ、そうなんだ。いいね。スケジュールにさ、採石場とかも書かれないんだ今。私めっちゃ採石場行ったよ。採石場行ったね。めっちゃ行ったよ。だね、岩船ね。うん。遠いよね。遠い。味の素スタジアムと採石場めっちゃ行かなかった。私も味スタ多かった。味スタ多かった。戦ったね。寒かった。味スタが多分一番寒かった時だと思う。若いから大丈夫とかじゃないからね。いや、本当本当に寒いからね。だってもう肌が見えてるからね。全部出てるし。だからさ、なんかブーツの子たちが羨ましい。そうだよね。うちら、そうね。ブーツね。北海道にいたもんね。仕込めなかったよね。靴下を履けないから。ブーツが唯一のね。そう。中にカイロとか入れられるじゃん。入れられる。でも夏は暑いんだよ。確かにね。なんかそれぞれの装着物とかもさ、意外とさ、自分でつけてなかった？つけてなかった。最後ね。最初はね、みんなスタッフさんにこうつけてもらったりとか、つけてもらってるとか言っていいのかな？そうでもだったけど、最終的にもうパパパパパビリ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 。アクション用かそうじゃないかを自分で管理してなかった？今日は。汚したくないからこっちにしようとかさ。ね、次もこっちでいいんじゃないですか。うん、ね、そうそう。動かないからアップがいいとか言ってた。そうそう、なんかそんな。思い出してる。懐かしい。なんか思い出してる。透明の箱に入ってたよね、全部。入ってた。自分で管理してた覚えがある最後の方ね。懐かしいね。みんなイヤリングだもんね、この時。そう。イヤリング。そう。そうだよね。そうそうそう、もう入らないだろうな、みんな。ねえ、入らない。今はね。私はもう無理。今は。私はもう無理、本当に。でも入る。入るかな。入るかな。頑張ったら入りそう。頑張ったら。全部してもいい。いや、ちょっとみんなが許すな。これ持ってる？家にある？家にあるはず。実家にある。私も実家にあるな。私もあると思う、実家に。怖くない？でもどうなってるんだろう。どうなってるんだろう。なんか1年間。以上でしょ。そっか、1年以上か撮影。ほぼ毎日だし、
毎日どころじゃなくなかった。本編終わってさアフレコ行ったり、なんかライブとかもあってさ、ね、リハ行ったり、うん、ほとんどロケバスも一緒だったじゃん、もうみんな。ご飯買いに行ったりもしたよね、スーパーとかのお部屋。確かにね、行ったよね、うん、昼ご飯買いに行って食べて、お弁当もちょっと飽きちゃうからね。そうお惣菜買いに行ったりさしたよね。した。近くのスーパー、コンビニなかったよね、うん、まだリビング途中できたんだよね。そうそう、途中でできた、セブンセブン、あのセブンイレブン。そうだ、最初からあればね、うん、そう途中でできたんだ。プリクラも撮ったよね当初は。プリクラ撮った、撮影中プリクラ撮った、プリクラ撮った、プリクラ撮った、撮った、ここ撮ったかな、私たちも撮った、うん、そう、プリクラとか遊びに行ったりとかできなかったねって言おうと思ったのに、ここもね、ここ同じシーンが多かったね、うん、一緒に終わること、こっちも多かったね、多かった。プリクラ撮ってる、忙しい、忙しい、忙しい、だって CM とかやってたから、そうだよ、編集グッズとか、そうだね、おもちゃの、そうそうそう、なんかそれだけはすごい記憶に残ってるんだよね。みんなとプライベートで撮りたかったなっていうのと終わってからしか撮ってないんだけど、今多分と、うん、終わってからの気がする。当時なんかみんな、まあ、沢山あれだけど、あの、なんていうの、経験あるけど、うん、みんなが初めましてだったから、そうこう、ね、頑張ろうってなったんじゃない？あ、それは、ね。みんなで乗り越えて。楽しいことも、辛いことも。辛いこと、辛いこといっぱいあったね。本当、辛いこといっぱいあったね。で、終わってからの方がもっと仲良くなった？そうだね。で、終わって、おのおのが、各自ね、違う仕事とかしていく中で、うんうん、相談っていうか、感想、うん、みたいなのとかも話して、うん、かつセーラームーンが一番大変だったよねみたいなとこに落ち着くというか、うんうんうん、最後ね、そう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 、やっぱあの撮影すごかったよねってなって、そ その作品を共有してるから、うん、多分、うん、そうだねって、絆がねすごい分かり合える、うん、分かり合える、うんうん、休憩なのに大丈夫、休憩なくて時間大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？もう回されてたりする今ね、うん、今4分4分あと6分ある。6分、これ写真、写真、動画として、イエーイ、イエーイ。今日は何の日ですか？今日は何の日ですか？何の日？今日は何の日？クリスマス。え、違う、そうそうそう、クリスマス、そうそうそう、クリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。これ25日でしょ、言うて、これ私オフショット用だけどね番組になってないのに勝手にすいません、オフみたいな感じで。その後はもう選手会だよね。選手会だね。選手会っていつ言い始めた？ね、みんなが呼び始めた。自分たちで言ってないよね。自分たちで選手会しましたって言った。言ってない多分ファンの方が選手会って名付けてくれてるだけで、うん、それで私たちももう選手会しようって言ったんだよね。わざだって言ってないと思う。選手会しようよ言わないよね。言わないかも。確かに。でも撮影終わって1年ぐらいはそんな会ってない気がする。なんかリカが京都に帰ってるし、みんなも受験かな。そう、こっち受験、私たちは受験した、ね、で上だし、私はほら真ん中だからまだ2年生かな、高校2年生だし、学生に戻る感じだったから、でそうね、帰ってたから、ね、私が大学で東京出てきたタイミングで多分よく呼んでもらうようになったんじゃない。そうかも。1年とか1年半とかそんなに頻繁には会えてないよね、終わってから。そうで会おうってなってからはずっと会ってる。ずっと会ってるね。ずっと会ってるね、うん、なんだかんだ、うん、で会ってない年はないかもしれない、ね、ないね、うん、別々で会ったりもしてるんじゃない、うん、それぞれの舞台見に行ったりとか、うん、そうだね、うん、舞台お互い、私のこまちゃんとは2人でご飯食べたりしてる気がする、うんうん、プリクラめっちゃある。ある、ケイちゃんと撮ったプリクラめっちゃある。めっちゃ大量にある。ある。結構あって、うん、作品中か終わった後か思い出せないけど、でも終わった後も会ってるし、会ってためっちゃ会ってた。ミュウも雑誌一緒だったから、うんうん、あ、そうかそうか、そう、会ってた。ミュウ泊まりに来た、うん、家、うん、そう、寝れない。なんかその話あったよね。なんか、あ、そうだ、寝れないとか言って、楽しくて寝れないかもって言った3秒後ぐらいにミュウが寝てたの。えっと思って朝まで喋ろうとか言ってたのにすぐ寝て、えっと思って可
わいい。そう。めっちゃ可愛い。確かにお泊まり。でも私も彩香ちゃんち結構泊まりに行ったりとかしてたな。しょっちゅう来てた。しょっちゅう来てたね。そう。そうだね。ここでも会ってるし。会ってるし、5人でも会ってるし。だって年に5回は会うじゃん、絶対。そう。5回誕生日やるんでしょ。あと新年会やって。忘年会やって。忘年会やって。そうそう。で、だから前半の方は誕生日少ないから、なんかひな祭りだから会おうとか。なんか理由をつけてやる。春になったみたいな。そうだそうだ。一時は本当月一で会うみたいなね。会ってた気がするね。会ってた会ってた。だからなんか最近こうニュースとかにしてくれたり記事にしてくれてもなんかたくさん会いすぎてて、なんか記事にしてくださってありがとうございます。頻繁なんか普通に友達が会ってるだけなのに、そう申し訳ない、申し訳ないね。そうそうそう。今回みたいにこう20周年でとかオフィシャルでね、そうやっていただけたのがすごいね。でもなんか話してる感じ、内容はこんな感じ、いつもこんな感じね。内容ないよね別にね。何喋ってるっけ、ね、でも何でも喋ってる、仕事の話が一番少ないのかな、あんまりしないよね、少ないかもしれない、少ないのかな、なんか次何やるとか、うん、今何やってるとか、うん、あんまり言わないのかな、言わないね、なんか見て、うん、あれ出るんだ、確かにそうかも、確かにね、何喋ってる、なんかちゃんとさ年に合った話になってきてるよね、そう、体の話とか健康の話とか、そうそうだって検査行ってるみたいなさ感じになってきてね最近、それこそさ、まあ、妊娠もそうだけどさ、あの結婚する時とかそうだだけどね、そういう、そうだよ、でも結婚なんかね、結婚することになったねぐらいな感じだもんね、その前から報告とか話してるから、うん、そうね、ずっと話してるから、お付き合いの段階からやっぱ話しちゃってるから、知ってるからね、こうなんか皆さんにご報告かみたいな感じじゃない、そんな感じじゃない、結婚するみたいな近況報告が多いのか、多いね、普段のさ LINE でもそうなんだよね、話してるから連絡してる、そうずっとね、うん、会話してる、気づいたら100回になってる、だって私も戦士、ね、通知オフにしてるもんひどすぎてもうボンボンボン来るから、だからパッて開いた時に100ってなってる何って多分戦士だろうなみたいな朝起きてびっくりする、びっくりする、あるある、そう、誰かが会話参加してなくても全然普通に、ね、ね、続いてるね、進めちゃうから、うん、そう会話はそうなんで飛び交うんだよね、最初なんか最近見て面白かったテレビの話とかしてても飛び交っちゃうんだよね、そっから移動しちゃうんだよね、話そう何の話してたっけ、困らない、ね、そうそう、本当この撮影前はこの撮影の話とか、うん、衣装どうしようとかね、そうそうそう私さっき衣装これにしたよって言ったけど誰一人変身した、いや私したしたした写真送った、全然帰ってこない、今日そうさっき聞かれたのに聞いてない本当だよ、全然帰ってこなくてもう見なくなった時にめっちゃ自由、そう自由、自由だよね、みんなバラバラだからかな、うん、似てないバラバラ、このメンバーだからだよね、多分一人でも違かったら多分成り立ってない気がする、それはそうかも、理科でもずっと一番下ってイメージじゃない、だからなんか3人が多分2つ違うから、うんうん、なんか中学校の時の中1と中3ってすごい大人っていう感覚が多分3人には私よりあるんだと思う、うんうん、そう中3と高2だったの、うんうん、すごいお姉さん、すごいお姉さんだったの、そうでも今にお姉さんと思ってすごい頼ってるよ、今だに一番大変だと思ってるよ、それは分かる、それは私も分かる、確かに一番下だと思ってるよ、あ本当に、うん、だから理科の年齢でびっくりする、うん、自分の誕生日よりも、え理科が30だったの、うん、なんか思うよね、私基準待ってみたいな、そう私基準になって、確かに理科でびっくりする、うん、大人になったねって、うん、ってことは私そうじゃんみたいな、そうだよねってなるよね、そう理科成功って感じ、成功、うん、甘えてる、うん、ずっと理科って感じ、ずっと理科、ずっと理科って感じ、ずっと理科、これからも理科をお願いします、何誰がまとめてるとかもない気もする、誰だっけ、そうよくさ、うん、聞かれるの、聞かれる、ね、聞かれるよね、そう誰が漢字ですか、とか漢字、漢字、お店とか誰が決めてるんですか、うん、とか、すごい聞かれる、集まるとき誰がきっかけで集まろうって言うんですか、うん、ってすごい聞いてもらったんだけど、うん、ファンイベントとかで、うんうん、でもなんかサバイト稽古が多い気がする、
私は言う。私も言う。私は言う。ね、うん、言ってる。私たちか。私たちか。もうすぐ7月が来るとか、来月じゃん、うん、とかは言う、うん。私会いたい会いたい言ってる。うん、言ってる言ってる言ってる。それさ無視されてる時ある。いつも言ってる。ある。何でもない時に会いたいな。いつ会う会おうしかもさ、なんか会った後にまた会いたいもう会いたい。帰り道なんだよね。そう。さっきバイバイして。今また来て、ね、そう家着くまでの間なんだよ。だってさ会ってみんなで話してバイバイした時が一番寂しいよね。そう寂しい。だんだん足りないんだよね。足りないの。だいたい5時間ぐらいいるよね。結構いるよね。1回の追い出されるもんね。追い出されるお店ね。5時半とか6時から始める。そう早く始めるようになって、ね、でも終わりがあんま変わってないんだよね。始まりが早かったけど終わりは変わってない。私も選手権の時だけはもう子供本当もう預ける覚悟っていうかこの日はもう私はもう行かせてください。それでも来てくれるから ね。いや行くよ。行く行く。それも長く続いてるというか、うん、なんか離れちゃう方とかもね、うん、中にはいたりとか、ね、家庭できてとかこの日はってだからその予定決める時にあこの日は夫が休みだなっていう時の候補を全部出して、うん、この日はお願いできるなっていう日に、うんでも分かってるみたい。選手会だけはもう多分ないとダメだって分かってすごい協力的そう、そう、その支えあってこその結婚式の時もさどうしてもあのセーラームの場面がやりたかったのよすごかったもんすごかった。そうみんなで歌ったじゃん。歌ったあれが私にサプライズだったんだけど、うん、あれはさ嬉しかったのなんで嬉しかったよ。不安だね。旦那さんはすごいんだけど熱が奥さん喜ぶかなえだってフレンズだってフレンズをみんなで歌うっていう、うん、で感動した感動したよ。よかった。そうでもなんか別にそんなサプライズにして大変なら言ってくれてもなんかすごい最後までどっちかが恥ずかしいってリカだよリカすごい恥ずかしかった唯一、うん、選手この20年間の中で、うん、一番揉めたっていうかこう亀裂が入りそうだったのはその一件が結婚式マジで結婚式ごめんめでたい席なのにごめん唯一なんか本当に20年間誰か喧嘩するとかこうちょっとあの子嫌だみたいなのとかも本当に一切ない中あの時だけが理科いい加減にしてなってたお姉さん方はねなってて本当にすごい舞台だったからあそこで歌うっていうのがめちゃくちゃプレッシャーがすごかった、ね、それはそう、ね、それはわかるすごかったよねなんか一番ここがしかもあの結構モデル同士で一緒にいる時間も長かったせいかでお姉ちゃんと思ってるから、うん、なんか姉妹喧嘩始まったみたいな感覚だった。そうだった。ね、彩香ちゃんえこれどうするみたいな。マジでどうしようと思ったよね。そうだった。めちゃくちゃ。でも喧嘩になってないんだよ。でも理香はただやだみたいな。どうしよう恥ずかしいね。どうするみたいな感じだけど。どうしたらいいの？姉ちゃんが理香。いい加減にしてって感じだったからみゆちゃんもそんな風になんないし、うん、そうだよね、そうだよね、なんか本当に姉妹喧嘩始まったと思って本当にちょっと面白かったけど、うん、私が幼かったゆえです。本当に最初に結婚したから最初の結婚式だったしね。そうそうよくみんなやってくれたなと思ってその経緯も想像しながらめっちゃ感動した。あ、いい思い出だ。みんな出てきてくれたんだ。いい思い出。だってセットにちゃんと月も用意されて。いやーすごい。あの柱と、ね、そう。もうなんか柱用意したって。そうそう。だから一回断ったの。話しては無理だねって断ったんだけど、うん、もう月と柱を発注したので無理ですって言われた。旦那さんがね。そう。で旦那さんが。そう。うん、練習したよね。練習したカラオケ行った。3人で。そう。いないんだ。そうなんだ。そう。なんか本番が怖すぎてちょっと歌っとこうかって言ってカラオケ行って行ったね行った。えでもさ思い出したよね。普通に歌ったら歌ったら思い出した気がする。全然覚えてない、ね、ちゃんと歌うのよ、うん、そうなのできるできるじゃんできる子なのよ。そうやればできる。私もさできたやればできる。だから染みついてるんだよね。あれは感動した。でもすごいなんか良かったよ ね、 なんかね私は本当に良かったよ、ね、プレッシャーで押しつぶされそうで逃げようと、ね、何度も思ったけど本当に思ったよ当日来るかなって、ね、あそれ
来た。すごい。来た、よかった。すごい。なんであんなに私も恥ずかしがってたんだろうっても思ったもん。あ、大人になって。大人になって。うん、じゃなくて。その時。その時。あ、そうだね。なんか思ってたよりも、みんなもいたし、なんかすごい、落ち着けたんだと思う。一人で考えちゃうとさ、そうだよね。無理無理、どうしようどうしようってなってたけど。確かに一人でこの話が出て、え、どうやんの、どんな場所みたい。しかもすごいアーティストのさ、そうなんだ。それは、後だ。メンバーが。私たちのおかげでほぐれたらしいよ。あ、そうなの。この後だった。よかったじゃん。歌いやすちょっと役に立った。役に立ったらしいよ。よかった。どうする？じゃあ次誰かあの式で歌う？また。理科の式の時にさ。なるいろんな曲歌おうよ。そうだ、アルバム。それぞれキャラソンをみんな。キャラソンあるね。持ち歌あるからね。懐かしい。ソロ曲歌って。でも特に中から変わってないんだよね。変わってないよね。変わってない。私は住む場所が仙台だったから、そうだ、それは変わったけど、でも会えてるし、でも私は寂しい。ね、前よりはね。でもね、仙台来てくれたし、ね、仙台行ったんです、この間。会いたくて、会いに来てくれ。でもさ、毎月のようにいるよね、東京。そうそう、いるいる。仕事のたびにいるもんね。だから、毎月、今月いつ来るとそうだよね、そこにあまりも行かせてもらって、そう、うちに来て泊まってとかしてるから、なんとかなんとかなんとかなってます。みんな変わんないもん、なんか結婚して様子が変わったって人がいないかも。まあ、だから結構子供ができたから変わったけど、その環境はね、あ、そう、昼帯が嬉しいとかね、だけど来てるもんね、ちゃんと来てくれる、来てるね。そうだね。私みんな子供も好きだからね。子供来て、そうだから会ってももらってるし、娘にも楽しい。だから、ね、本当だね。変わらない。変わってないかもね。変わってない。遠慮しなくていいからかもしれない。子供を今日預かってもらえる人いないから連れてって、早く帰るけどいいとか、そういうやり方もしてるもんね。そうそう。なんか本当自由だから。家来てもらったこともあるしね。そうだね。お家行っちゃってね。そうだよね。会うってね。うんうん。生まれた時前に来てくれたし、ちっちゃかったよ、そう、もう3歳だよ、早くない？大きくなったよ。そりゃ20年早いわと思う。そうだね、確かに。そうだよね。3歳、それはそうだ。秒だと秒。20年の体感ある？ないよね。ないよね。一瞬だったよね。早かった、14年ぐらい。確か20年ってさ、人が20歳になるんだよね。大人になるんだよね、子供も。すごいね。私多分人生の半分以上みんなといる。あ、みんなか。みんなか。そうだよね。そっか。みんな確かに。全員だ。そうだ。そうね。15、だってもう最初14歳だったし。14歳。14歳だったもんね。15歳。そうだよ。すごい。ついこの間に感じるね。そうだよ。もう気づいたらさ、子供たちがそういう年齢になったりとかしそうだもんね。あともう、あっという間に。だからこれからも多分ずっと変わらない。変わらないんじゃない？子供連れてみんな集まるし、増えるんじゃない？おばあちゃんになっても。おばあちゃんになっても。だから、メンバーが増える。集まる場所だけ広いとこになってくんじゃない？そうだね。子供が入れる場所とか、明るい時間。明るい時間。そうかもね。なんかファミリーが増えてる感はあるよね。ファミリー増えてる。親戚増えてきますね。親戚だ。確かに。そうだね。年末年始とかも帰る帰らないとかぐらい。みんな。そうだね。でもこっちこっちか。こっちこっちかな。こっち帰る？私はもうそっか、帰るも何もか。実家が岩手だから。そうだね。じゃあ年始だ。そうだ。今度そうだ。大丈夫これ。本当の話後でやろうか。そうだ。どうする？やばいね。素になりすぎちゃう。年末どうする？でもみんながやめてないから、ね、頑張れるのはすごいあるよね。ある。ね。もう常に言ってくれることが支えだから、存在が、ね、あとすぐつながれることも、ね、ね、そうだね。しかもみんなちゃんと返事もさ、無視される時もあるけど、その時みんな忙しいんだと思う。忙しいんだって思って、別にその後来るから連絡が、だからそうそう、なんか何でも思ったらあるわ、仕事でもあるわ、ちょっとなんか
心折れそうになった時に、うん、違う現場行って心が折れて、うん、泣きながら帰った時に選手に連絡した。あ、なんか覚えてるか、それ最近のやつ、最近だ、ね、去年、あ、そう、ね、数年前だよね、うん、30超えた大人なんだけど、そう、現場でわーってなった時に、え、無理と思ってみんなに。あったね。え、結婚前のやつ？結婚前、結婚前。あ、覚えてる覚えてる。うん、みんなーみたいな感じでやったけど、みんなすごいフォローしてくれたり、うん、こうだよとか言ってくれて、すごい。元気と良かった。そう、そうだね。元気。だってね、20年だから多分みんなの中にもね、うん、絶対こう、ね、波はね、うん、人生のあったと思うけど。うん、いつも一緒に行ったから ね行ってくれたし、うん、やっぱ性格も分かってくれてるし、うん、なんか考え方もだし、うん、全部分かってくれるから何でも話してる、うん、何でも話してるよ、何でも話してる、知らないことない気がする体質とかもね知ってるし確かに、あ、そろそろこの子が厳しい季節になってきたなって、うん、確かにそうだね、みんなの花粉症まで知ってるんじゃない確かに確かにそう、でもこうやって5人揃ってなんかカメラの前にいるのは20年ぶりってこと、そうだよね、すごすごい、だからさ、ファンの方が喜んでくれたらいいよねっていうのはずっと言ってたよ ね、みんな言ってた、それは、うん、何か20年アニバーサリー的 な最初 YouTube やろうって言ってたじゃん、そう言ってた、うん、そうそうそう、だけどやっぱ5人揃うってね、うん、なかなかこうやってしっかりやっていただかないと揃えないから、うんうんうん、すごいありがたいし、そう嬉しいけど、なんかやっぱこうなるとまたなんか作品とか一緒にやったら楽しい、ね、やりたくなるよ ね、 やりたくなるね、編集する、編集する、編集する、ちょっと先生にちょっと大人のやつを書いてもらって、大人バージョン、大人バージョン、20年後のストーリー書いてくれるかなオリジナルストーリーな感じ、そう、みんながこの世界にいられるのもね、うん、特撮の時からのファンの皆さんがね、うん、ずっと応援してくださって、いや本当にね、ここにいるとい う、 なんか うん、それはすごい再認識した、うん、5人はもういつも通りだけど、この作品の持つ力みたいな ね、それは本当に大きい、うん、再認識した気がする、ね、未だに言われるもんね、そう、そう20年経ってもその当時の方々もそうだし、うん、最近そうになってからでもこう、うん、やっぱ実写化してたとか、そのやっぱ元々の作品の愛が皆さんすごいから、うんうん、そこで知ってくれる方も多くて多い、うん、だからさ、それぞれイベントとかするとさ、うん、他のメンバーのファンの方とかも来てくださったりとかみんなね、それぞれがそうそう挨拶し合って、そうそう、だみんなのねファンみたいな感じで応援してくれてるから、なんかね、成長を見守ってもらって、ね、皆さんにファンの方も親みたいな感じになってるね、そうそうそういや本当にね、あったかい番組だったなとは思うよ、ね、出会えてよかった、出会えてよかったって本当に思う、ね、本当に思う、ありがとうございます、私たちいただいて、いや本当に本当に出会わせてもらえて本当によかった、 OK です、 OK です、 OK なのかな、こんな感じでじゃあ、まあ、うん、続きはちょっと、続きはじゃあまた選手会で、選手会でね、ね、話を、来月会うもんね、来月会うね、そうだね、そう来月会うからだね、お店決めないと、そうね、食べたいんだ、そうだ、お店、鍋食べたい、鍋がいいんだよね、私のなんかイタリアン、ミュウがさ誕生日だからミュウが来るなって、食べたい、でも温かいの食べたいね、じゃあ鍋、じゃ鍋ね、鍋。鍋です。鍋です。こんな感じで。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。